こんにちは、ひまひよです。今日はレンジで簡単に作れるヘルシーなおつまみを3つ紹介します。1つ目は雷2番こんにゃく。こんにゃくを炒めるとバチバチ音が鳴るわ、油が飛び散るわで大変ですよね。でもレンジならそんな心配一切なし。それでは行ってみよう。こんにゃく全体にフォークでブスブス穴を開けます。スプーンで一口大にちぎります。耐熱容器に入れてレンジで加熱ゴーゴー。これで余計な水分とアクが抜けます。鰹節とお好みで輪切り唐辛子、めんつゆ、ごま油を加えます。軽く混ぜたら再びレンジで加熱ゴーゴー。粗熱が取れるまで時々混ぜて味を染み込ませます。完成。味しみしみでめっちゃ美味しい。七味唐辛子で辛さ増し増しにするのもおすすめ。低カロリー低糖質なのでたくさん食べても罪悪感なし。小腹が空いた時にぴったりですよ。二つ目は旨味たっぷりやみつききのこ。見て見て半額。そんなにたくさんどうすんの。え、それでは行ってみよう。しめじとえのきは石突きを切り落とし小房に分けます。エリンギは食べやすい大きさに裂きます。これで 300g 分です。ツナ缶のオイルは軽く切ってから入れます。めんつゆと鶏ガラスープの素、ごま油、にんにくチューブ、粗挽き胡椒を入れます。お好みで輪切り唐辛子を入れて軽く混ぜます。ふんわりラップをしてレンジで加熱ゴーゴー。よく混ぜます。ちっちゃくなっちゃった。レンジで3分ヘルシー、やみつききのこの完成。きのことツナが相性バッチリだね。ご飯に合う。旬のきのこがたっぷり食べられますよ。3つ目はレンジで一発、お箸が止まらん無限ナス。ツナとポン酢の旨味を吸ったナスがめちゃうま。それでは行ってみよう。ナスはヘタを切り落とし、くし形切りにします。ツナ缶のオイルは軽く切ります。ポン酢と鶏ガラスープの素、ごま油を入れて混ぜ合わせます。ふんわりラップをしてレンジで加熱ゴーゴー。かつお節を入れて混ぜ合わせます。かつお節のおかげでタレがよく絡みますよ。粗熱が取れたら冷蔵庫で30分くらい味をなじませます。器に盛り付けます。お好みで白ごまを振り、かつお節と大葉を乗せたら完成。うん、トロトロナスにツナが絡んで最高。コクがありながらもポン酢でさっぱり、旬のナスがたっぷり食べられますよ。あと一品欲しいなって時におすすめですよ。この動画が良かったなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録で応援してね。それではバイバーイ。